この練馬区をの魅力を発信するという形で、練馬区さんが、募集したものに私が練馬ワインプロジェクトとして、飲食店さんや農家さんと一緒に何かこの土地でできないかなと思ってしたものが練馬ワインプロジェクトになります。ただここのところここの練馬で作ったというだけではなくて、まあ、美味しくてそのブランドワインになるようなもの、ここの土地を誇れるようなものを作っていきたいと思って、またそれを、ただ飲むということではなくてそれを楽しんでもらうような場とか農地とかっていうものを、まあ、見てもらえるように発信できるような形で、立ち上げたものになりまして、今はまあ独立してたくさんの、ね、メンバーと一緒に頑張って、盛り上げています。今日まあ、この、2021お披露目になりまして、ここの畑で販売をして、まあ、いろんなイベントもあるんですけれども、また今畑作業も始まっておりまして、まだまだ全然収穫量は少ないので、今年こそはもっと香りもあって、この土地がこう飲んだ時に浮かぶようなワインを作っていけたらいいなと思ってます。